山本太郎君。委員長山本君え。特定秘密保護法案担当、森大臣、またよろしくお願いします、ありがとうございます。えこの法案で原発情報、特定秘密になるのか、ならないのか、すみません、1分しかないんで、ここまででいいですか。森国務大臣、原発事故に関する情報は特定秘密になりません。 えー、そうなんですよね。あの先日、ですね、資料請求し,し,したんですよ、僕、ベトナムへの原発輸出の資料なんですけれども、もうこのように、ほとんど真っ黒って、あ、これ、特定秘密、あれこの秘密保護法案取ってたんかって思うぐらいの内容なんですよね、もうほとんど真っ黒っていう、ぜひともですね、この線引きというか、あすみません、失礼いたしました、ありがとうございました。はい。いい 終わりりまますすすかかごごでで判断していいいありがとうござぜひ、ですねこの秘密保護法ここのライン引きあまりにもざっくりしすぎていって、あのー、分かりづらい、もっとはっきりと細かくと細かく何が、えー、と保護されてそしてここまで踏み込めば犯罪になってしまうという,ようなものがですねもっと詳細に発表されないとこれ本当に、あのー、この国に住む人々の首を絞めてしまう権利を剥奪してしまうような法案になりかねないなと思いまましたすいませんありがとうございました。 この際、はい、委員